たは出た。大丈夫。うん。出たからいいよ。ゴルフウェアのブランドについて聞いていきたいと思います。はい、好きなゴルフウェアのブランドはどこですか？あ、なんかコックをよく着ます。おー、なんかコック着てる女子プロがみんな可愛い。そうだね、韓国の女子プロとかね、あ、もう可愛いですよね。うん、し夏のルコックのトップスは、うん、ものすごい、あ、もうこれもそうなんですけど薄くって、なんだろう、ストレッチもしっかりしてるし、うん、なんかすぐ乾く生地で、うん、雨の日でももうほぼ乾いてました。それが好きです。レナちゃんは？私はリンガルももちろん好きなんですけど、うんうん、一番好きなのデサントとか好きです。結構ぴったり。そう、ぴったりタイトで、なんかシンプルなのが好きです。うんうん、確かにシンプルだよね。可愛いね。あのスカートのちょっとひらひらついててピシッとしててみたいな。うん、そう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 。なるほどね。前の日に選ぶ派ですか？うん、前の日です。前の日は？前の日派です。朝じゃない。朝じゃない。前の日の日もあるぐらい、ま、それはやばい。前の日もあるぐらい絶対邪魔でしょ。でもここにポンポンって着る順番に上から絶対置いてる、うん、その選ぶときに何を気をつけて選んでることが多い？選んでるときは色合いとかバランス全体的に見ます。うん、あと行く場所、まあ、温度、ああ温度と、ね、うんうん、天気予報を見て、暖かそうだなとか、回る人とか、あ、回る人もね。あとゴルフ場はまあそんなに名門とかは行かないですけど、うん、会社の上司とかだったらシンプルめにしたり、うんうんうん、あ、そこも気をつけてるのね。うん、なるほど、確かに。まあ女子コンペだったら派手にして、そうそう、女子だったらまあシンプルに、はい、うん、色を合わせたりもします。友達とあります、うん、いいね。よし、打てる。はい、先っぽ、なんか先っぽ出てるね。だね、でも大丈夫。先っぽってことはどういうこと？遠い遠い、近くにいればいい。近すぎるとシャンプーしやすいな。登ってるって言い過ぎた。入れ。おお。おナイスワンパット。いいね。でもパーとかではないと思う。あ、おお。うまい。ああ。距離ぴったしだったけど。ちょっとやばい。やばい。ちょっと、これ放送してほしくない。電池が切れちゃったパターンかもしれない。大丈夫。大丈夫、大丈夫。放送してほしくないの気持ちはすごいわかる。放送はします。
なんか調子悪そうな人とさ、はい、調子良さそうな人ってさ、はい、遠くから見てても歩き方で分かるよね。分かりますよね。分かるよね。すっごいよくね、後ろから見ててね、あの人調子、あの人調子悪そうだなみたいな。ピンクのズボンの人は多分調子悪いですね。ピンクのズボン？ウェア？カートに乗った。あ、今のね。はい。そうね。足取りが重かった。足取りが重かったね、今。2人はさ、はい、練習場に、まあ、初心者の頃行っててさ、教えられたこととかあったりする？知らない人に。練習場でですか？そうそう、ないです。あ、ないんだ。結構練習場あるあるで、ちょっと嫌かも、初心者。ちょっと嫌かも。初心者の女の子を見ると、うん、まあ、まあ、近くにいる人たちが、うん、こうだよ、ああだよみたいな。やだ。ない、ないです。本当ない、ね、多分怪しい格好でもやってるから。怪しい格好で、なんか練習場行く時ってさ、マスクしたりとか、適当な、そうそう、すっぴんでなんか適当なだるぎとかで行くから、うん、多分女って思ってない。え、女って思ってるよ多分。ちっちゃいよだって。そっか、じゃあちっちゃい女の子がなんかコソコソやってるなとしか思ってないと思う、その作戦でね、怪しそうな感じで、ね、そう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 。じゃあまあ見れちゃう。めちゃくちゃ行ってた時は一面みたいなのができた。一面って何？いつも行く場所、うん、目黒ゴルフの2階の鏡の前なんだけど、うん、鏡の私の後ろでやるおじいさんがいるの、うんうん、あ、どうもみたいな、また会いましたね、みたいな。挨拶する中だったんだ。私今も1ヶ月に1回とかしか全然サボってるんだけど、行けば絶対いるから、毎日いるんじゃないかな。すごいおじいちゃん、すごい、ね、目がクリクリのおじいちゃん。目がクリクリのおじいちゃん。全最近来ないねぐらいの言われサボってるなんて。あ、ナイス。よかった。あ、うん、いいね。よかったです。やっぱりクラブを変えてよかったです。お、ナイス。いい感じ。大丈夫だ、大丈夫だ。キャリーバッグを買おうと思っている女性におすすめするなら、うん、こういうキャリーバッグがいいんじゃないみたいなのは何だと思いますか？軽い方がいいなって思います。バッグ自体が自分のが重い。重い。私の軽いです。軽い、はい、やっぱり、まあ、行き帰りもね、担いだりしなきゃいけないし、うんうん、まあ、その集合場所にもね、持っていかなきゃいけなかったり、輸送するのもね、重いとね。電車で移動する人はタイヤ付きとかでも。ああ、それいいね。昨日軽井沢に持って行ったんですけど、ね、私たちも東京駅でこんな、ね、人混みの中ね、ちょっとね、うん、ごめんなさいと思いながら、ね、東京駅の中もね。そうなんですよ。担いで帰ってきたの。あ、そっか、担いで帰ってきました。そう、2年だったから担ぎました。色は白が汚れ、ね、ちょっとやめた方がいいかなって。可愛いんだけどね、うん、そうそうなの。私も結構白にして毎回、いや、やめときゃよかったって思う。そうなんですよ。下の方とかさ、うんうんうん、傷がついたら、うんうん、もう全然もう取り返しがつかなくなっちゃうから、うん、私も前回白で、確か心さんに本当に1年って言われてました。なんかクラブケースが汚くて使い込んでる感じで、使い込んでる感が。ドラムにしたから よかったんじゃない？全然目立たないですよ、ね、しかもこれ軽いです。うん、軽そう、軽い。みんなに可愛いって言われます、ね、可愛いし、うまそう、ね、うまそうでしょ、うん、見た目ね。 M6 だし、あの本当にデサントだしっぽいよ。クラブだけはタイガー打つと一緒です、うが出た。窓に食われた。難しい。
リンゴルフオープンニュースをお伝えします。7月22日まだ結構空き枠がありますので、避暑地でゴルフしたいなという方はぜひご応募していただけると嬉しいです。この会場にはリサちゃんが行きますの で8月17日ここもまだ結構空き枠がありますので、富士山の、ね、絶景ポイントたくさんあるので富士山と一緒に写真撮ったり、鳴沢といえばまあ結構名門なのでぜひそういう名門感も味わってもらえたらなと。で、後半の会場も追加されております。私地元の石川県なども入っておりますし、四国も確か追加されてます。まあ、その中でも大磯は女性限定の会場になっておりますので、ぜひご参加いただけると嬉しいです。以上、6月のリンゴルフオープンニュースでした。バイバイ。